マリオ、ヨミオ、私の可愛い子たち、お前たち二人の力を合わせ、この世界の中で最も美しき地に、何者にも屈せぬ強き命を生み落とし、そして育みなさい。さあ、旅立つのです。母ちゃん、おかわり。万事丸はいるか。今日という今日は許せねえぞ。万事丸、またどこかで喧嘩したんでしょう。まったくしょうがない子ね。それにしても子供の喧嘩にいちいち親が出てくるなんて大人のすることじゃないわ。万事丸、お前はほとぼりが冷めるまでどこかその辺で暇つぶしといて。2階のいつものところからお逃げ。あとは母さんが適当にあしらっとくから任せなさい。Thank you.
マロはタイクーンでおじゃる。今日はマロがジパングの王となるめでたき日じゃ。すねならばその方のような下賤の者がマロに近づくことすら許されんのでおじゃるが、今日は良き日じゃ。苦しゅうない。特に指して使わすず、一生の記念にジパングの王となるマロの顔をありがたく拝んでゆくがよいでおじゃる。ほほほほほ、鳥も歌え、草木も祝え、マロこそジパングの王じゃ。せっかくこの部屋まで来たんだ、タイクーン様の幸せそうな顔でも拝んでったらどうだね。あんな幸せそうな彼の顔は二度と見れないと思うよ。あとでな、マンジマルくん。いや、君が噂のマンジマルくん、実にいい目をしておる。ここを優しく、そして
我々は根の一族の刺客、死神兄弟だ。万事丸よ、そこにいるのは分かっているぞ。宿屋ごと潰しても構わんが、子分の命が惜しかったら外に出てこい。見たか、万事丸。これが根の一族の力だ。この場でひねり潰しても構わぬが、楽しみは後にとっておこう。お前の母親とこの町の奴らは預かったぞ。返してほしくば、両面靴へ来い。両面靴へな。